今日はどうぞよろしくお願いします。ジオコ森里川海シリーズの企画で今日はコーヒーのお話をお伺いしていきたいと思います。今日お越しいただいておりますのが、川島さんと池本さんのお二人です。まずはお二人からコーヒーとの出会いとあと自己紹介を兼ねて少しお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、川島さんからお願いします。はい、今現在ミーカフェと株式会社ミカフェとの代表をしております川島です。もともと静岡で父がコーヒーの焙煎卸業をやっておりまして、その関係でもう生まれた時からずっともうコーヒー漬けの人生を歩んでおりまして、18で日本を出てエルサルバドルに留学して、そこで国立コーヒー研究所でコーヒーの栽培から生鮮の勉強をして、で、その後縁があってUCC 上島コーヒーに入りまして、でジャマイカの農園開発、あとハワイの農園開発で、マダガスカル、あとあれですね、インドネシアの農園開発やって、あとマダガスカルでの絶滅危惧種の発見とか、あとレーニオン島でのブルボンパントゥの発見と保全と産業の復活というようなことをずっとやってきまして、で2003年まで海外に住んでおりました。その後、2007年に会社を辞めまして、今の会社を作ったのは2008年で、それで今コーヒーの栽培指導と輸入と焙煎卸および小売をやっております。ありがとうございます。本当に生産地から手元までというところに携わっておられる川島さんと、はい、池本さんの方から、はい、私東京大学の東洋文化研究所の教授やってますが、もともと私の研究テーマっていうのはタイの経済だったんです。で、ある時ですね、ベトナムの貧困問題の研究を頼まれて、でそれで貧困研究を始めたんですね。でその仕事が終わった後で、ベトナムのコーヒーの研究を手伝ってほしいって言われて、というのはその貧困研究をやってた地域とこのコーヒーの産地とか全く一緒のところなんですね。で今日この写真にある、はい、これベトナム のダクラク省というところのコーヒーの産地なんですよ。で最初は貧困の研究で行ってたので全然気にしてなかったんですけど、行ったらたまたまコーヒーの花がいっぱい咲いてるんですよ。すごい綺麗で、でこのことが前すごく印象に残っていて、それからコーヒーの研究をやって、でその後ラオスのコーヒーの研究も少しやってまして、ラオスのコーヒーもアラビカなので美味しいんですけどそれでそのラオスのコーヒーをちょっと鑑定してもらおうと思って、で神戸にある UCC に行ってでお話聞いてたりしたんです。でその時に、栽培に詳しい三本木さんという人と知り合って、でその三本木さん経由で、川島さんと知り合った。で川島さん確か2004年だったと思うんですけど、私の研究室に来られて、こういうコーヒー業界のことについて、啓蒙的な講演会をやりたいという話になって始まったのが、2005年からなんですけど、コーヒーサロンというのが始まった。で、毎年、3回か4回ぐらいやっていて、もう今52回目を迎えているというところです。はい、ありがとうございます。今池本先生のお話で貧困とコーヒーというキーワードが出てきまして、私もコーヒー大好きで毎日いただいているんですけれども、コーヒーの裏側に貧困がある、もしくは貧困というキーワードからコーヒーに出会うという流れはちょっと、消費者というか愛好者としては悲しい事実だなと思っているんですね。で今日はその辺も少し掘り下げて伺いたいんですけれども、まずコーヒーって我々豆で、もしくは挽かれたもので、もしくは入れられたものでいただくことが多いんですけれども、このコーヒーが育てられてその飲むまでの道のりということをお話しいただければなと思うんですけれども、はい、コーヒーってだいたいアラビカの場合は未生で種から苗を作っていくんですけど、種を植えてから、発芽して苗ができるまで、約1年で、1年後に畑に植えて、で、大体2年から3年で、大体2年ぐらい最初の収穫ができて、成木になるのには、種から始めたらやっぱり4年から5年で、
収穫をしたコーヒーをですね、赤い実を取って、まあ、その加工方法っていろいろあるんですけど、乾燥させて、で脱穀をして、で生の状態でまでが産地の仕事で、生のコーヒーを、日本に持ってきて焙煎をして、でそれぞれ、まあ、焙煎屋さんとか、あとは喫茶店とかレストランなんかでカップまでするという感じですよね。で、まあ、ですからコーヒーの木って一回植えたら、まあ、今最近では大体40年ぐらいから50年ぐらいで植え替える。で、まあ、昔だともう100年以上の木なんてのはザラにありましたから、まあ、剪定とシェードコントロールと肥料をちゃんとやってれば、まあ、長生きをする作物です。ですね、40年結構長いですもんね。まあ、最近結構矮性品種でどんどん品種改良されていって、でサビの強い品種とかっていうのが出てきたんで、まあ、ブラジルなんか行くともっとその植え替えるサイクルは早くなってきますけど、まあ、大体一般的には40年ぐらいですね。本当に人の仕事を始めるという年齢でいうと、一人の人とコーヒーの木の人生と同じぐらいの長さでサイクルしてると、うん、で豆を輸出するところまでがいわゆる産地、はい、でその後焙煎からは日本でされていることが多い、一般的ですね、一般的なというお話ですね、はい、で今のは、種でいうと、うん、アラビカ種でもう一つ、うん、がロブスタ種、はい、ロブスタ種、ね、違うんでしょうか、はい、コーヒーには2つの種類があって、まあ、種類はたくさんあるんですけど、まあ、主に2つで、一つがアラビカで、まあ、普通皆さんが日本の消費者が飲むのがアラビカで、ロブスタ種っていうのがあってですね、それはそんなに、まあ、なんていうかな、味ちょっと言いにくいんですけど、味よりもむしろこう苦味とかそっちの方が強くて、まあ、例えば缶コーヒーとかアイスコーヒーとかに使われるんですね。で、そのまあ、ベトナムで主に作っているのがロブスタ種なんですけど、今川島さんが説明されたその摘んできたコーヒーの実の皮を剥いてっていう、そういうプロセスがロブスタの場合ないんですよね。で、摘んできた実をそのまま天日で乾燥させるっていうことをやるんですけど、まあ、小さな農家だと自分の農家の庭先に干して乾燥させるということをやって、まあ、このあと皮を剥くということで、まあプロセスとしたらアラビカよりもずっと簡単になるんですね。なるほど、そういう違いがあるんですね、うんうん、ちなみにコーヒーというのはこう標高が高いところとか寒暖のあるところとか、そういう栽培地の特徴ってあるんでしょうか。やっぱりロブスターって病気に強いんですよ、まあ、ですから割と低地の病気が出やすいところでも植えやすいし、また結構大きな木になるんで、割とこう低地のフラットなところの方が植えやすい。でそれに対してコーヒーはアラビカの方は高地、熱帯の高地 で栽培されるというような感じですね。で、まあ、世界的に言うと今だいたい世界の 55% ぐらいがアラビカで 45% ぐらいがロブスターの割合で、これ昔は7対3ぐらいだったんですけど、別にアラビカが減ってきたんじゃなくて、ロブの生産量がすごく今増えている。これちょっと意外だと思われますけど、これやはりこれだけスペシャリティと言われている世の中ですけど、インスタントコーヒーの需要ってやっぱり増えてるんですよ。でロブって結構インスタントってのはほとんどロブを使いますから、まあ、それでやっぱりロブの需要っていうのは、高まってるんじゃないかと思います。